重測定していこうかなと思います。よいしょ、マヒナ体重測定いらない、マヒナいらない。抱っこ、抱っこできる？抱っこしてみてできる。うわ、もう そんな感じか、そんな感じか、でかいな。よいしょ。できた？ゆうたくん、ねえ、25.4。 大きくなったね。やっぱ25キロ超えるとね、こうやって持ち上げるのもしんどくなってくるね。 25.4 だってどうする？大きいな。でかいね。ゆきたくんお迎えするけど、本当に何かもう一回、あ、大きいよ、声が大きい、声が大きい。兄弟だからアースとね同じ、まあ、ような感じで大きくなってくれるかなって、性格とかもアースにそっくりになるんじゃないかなって思ったんですけどね、意外と兄弟でもね違うね。ゆきたくんはねとってもやんちゃです。果たして本当にこの子は落ち着く日が来るのかなって不安になるぐらい、あおき、かいなおき、やんちゃです。動画見ていただいている皆さん、ライブ配信見ていただいた皆さんにもね伝わるかなと思うんですけど、撮影じゃなくてもずっとこのテンションです。こんな感じです。ゆきたくんのいいところでもあるんだけどね、たまにね悪い風に出ちゃう時がある。はーい、あるは。ゆきたくんの足と違ってちょっとね骨格ががっしりしてるからまだまだ大きくなるかなって、あ、いなくなっちゃった違う子やんって感じがしてます。いやでも早いね。早いね。だってさ、ゆきたくんある意味ね、片手で抱っこしてお散歩行ったんだよ。こんな時代はどこに行ったのかしら。はい、おいで、アス。アス、抱っこしよう。約束したな。ゆぴたくん、嫌なことするよ。嫌なことするよ。ゆぴたくんのね、最近の魔法のワードは嫌なことするよ。あれ、ゆぴたくん、嫌なことするよ。アス、アス、アス、もうね、ちょっとしんどいわ。もう、腰が、ごめんね。次ね、9ヶ月、ゆぴたくん、もしかしたらね、もう30キロの大台に乗ってるかもしれない。できるかな。まあなんかちっちゃいね。次また9ヶ月ゆきたくんの体重測定、飼い主も楽しみにしていきたいなと思ってます。
ざついて